CF-105 アロー地上を展示された CF-105 のレプリカアブロカナダ CF-105 アローは1950年代にアブロカナダ社がオンタリオ州のマルトンでカナダ空軍向きに開発を行っていた全天候溶撃機。初めてフライバイワイヤーを使用して飛行を行った航空機でもあるアローが相性。試作のみで採用はされなかった。 冷戦機において、ソ連の超音速爆撃機を迎撃するために、従来のアブロカナダ CF-100 カナックの後継機として開発が行われた。エンジンの開発し直しや電子機器の開発遅延によって、計画は大幅に遅れ、1958年3月に初飛行した。F-99 ボマークなどの地対空ミサイルの発達により、 迎撃戦闘機の必要性を疑問視する声が生じ、本家アブロのあるイギリスでも、その必要性が問われていた。開発費の高騰もあって、政権交代により1959年2月に、計画は中止され、5機の試作機は廃棄された。大型のデルタ翼の戦闘機で、開発当時は、世界最強の戦闘機とも評された。当時最新鋭機であった、 アメリカの F-106 デルタダートをしのぐ、マッハ2.3以上の速度が大きな注目を集めていた。プラットホイット DJ75 エンジンは、当時の西側の航空機用、ジェットエンジンとしては、最大級の出力を誇り、戦闘機でそれを2発装備した例は開発国のアメリカですらなかった。合計出力は、後の F-15 戦闘機すらしのぐものであり、 機体全長は24メートル、重量は31トンを超える大型機であった。本命の国産のオレンダ PS-13、イロクオイエンジンの水力は J75 の8割増しであったが、実際に装備されることはなかった。ただ、最初の段階では降着装置に問題が生じている。基本的なフライバイワイヤ飛行制御システムを使用して、設計及び飛行を始めていったが、 様々な飛行制御を行う結果、パイロットのコントロール感が失われた。コントロールスティックの入力が油圧システムに機械的に接続されていなかったため、パイロットが通常感じる飛行制御面からの配圧の変化をスティックに戻すことができなくなった。そのため感覚を再現するために、同じ電子制御ボックスが油圧配圧の変動に迅速に反応し、 スティック内のアクチュエーターをトリガーして、スティックをわずかに動かすようにした。人工感と呼ばれる、このシステムも最初のものであった。CF-105 ハット AB コンポニア1998ピアニッシモ 7374EN ザロ EN プロジェクトウィンマン。ありがとうございます。